はい、どうも皆さんこんにちは。新たのダンススクールやってまいりました。いやー、ということですね、さあ今回かなりビッグなニュースが飛び込んでまいりましたということで、おそらくこの情報を掴んだのは新たダンススクールよっていうところがあるんですけれども、なんとですね、今回のガールズプラネット999に出演されている、メンバーの方のお一人、日本人メンバーの方なんですけども、冷や城なごみさん、こちらの方がなんとあの創造営2021でデビューされた、もうね、日本中が沸きに沸きまして、中国もすごい沸きました、サンタくんの妹分だったという衝撃的なニュースを仕入れまして、ちょっと動画を回しております。あの、妹分なので、妹さんじゃないんですけれども、実際に本当に妹のように可愛がってもらってる人ということで、しかもですね、ちょっとその歴史が長いの、サンタくんとの。もうお互い、小さい頃からキッズダンサーでずっとやってらっしゃったんですけれども、まあ、なごみさんもサンタくんも、小学生ぐらいかな、小学生、お互い中学生、小学生ぐらいの時から、もうお兄ちゃん的存在として、慕い続けて、共にダンス、切磋琢磨してきた人というところで、この冷や城なごみさん。で、冷や城なごみさんね、僕、見たことあったんですよ。あーって思って、そのサンタくんが日本にいるときに、その優秀なね、本当に上手いダンサーさんだけを集めてクルーで踊ってらっしゃるチームがあったんですよ。で、そのクルーの中のお一人がなんと、冷や城なごみさんだったというところです。今回ちょっとお話聞いて、え、マジかって思って、そこからいらっしゃったのっていうのがちょっとありまして、これは共有せねばと。まあ、要するにどういうことかっていうと、めちゃくちゃダンス上手い方が今回参加されてるっていうところです。とりわけそのストリートダンス界でずっと長くやっていらっしゃる方っていう情報なので、いやー、これびっくりですよね。で、まあちょっとね、写真、過去の写真もありまして、サンタくんと、なごみさんと、そして、シットキングスののっぽさんと、3人でお写真撮られてるっていう、まあ、ダンス界って、本当に上の方に行けば行くほど、つながりってもう、こう、ふわっと、どんどんつながっていくんですけども、このメンバーの、お二人の間に、なごみさんがいるっていう、これもかなり、もう、ワールドクラスのダンサーさんの真ん中にいる、なごみさんですよ。すげーって思っちゃって、その方が今回ガールズプラネット出るんですかっていう、完全にノーマークだった方なので、ちょっと衝撃が半端ないというか、かなり今回ダークホース的存在なんじゃないかなっていう風に思って、でですね、なんでこのお話を僕仕入れたかというところでね、結構疑問に思ってる方、気になる方多いと思うんですけども、ソータさんと僕コラボでさせていただいて撮影しているスタジオ、ダンススタジオさんが、エンダンススタジオさんなんですよ。で、あとはそのシットキングスの和樹さんと、コラボさせていただいた時もそうですし、エクソの振り付けやってらっしゃる方ですね。エンダンススタジオさんの宮下パークっていうところ、めちゃくちゃ綺麗なスタジオで撮影させていただいているんですよ。で、エンダンススタジオのスタッフの方とお話しすることが結構あるんですね。最近なんかいい情報ありますとか。で、これ別件になるんですけども、エンダンススタジオさんが、とある、これね、ちょっとお名前は言えないんですけど、とある、K-POP 事務所さんとの合同オーディションみたいなのをやった時にも、僕、実はお邪魔させていただいて、まあ、僕のこの YouTube 活動というのも、知っていただいているのがあって、よかったら見に来るっていう風に、スタッフの人に言っていただいて、見に行かせていただいたりとか、まあ、非常にこう、貴重な経験させていただいている中で、この K-POP 周りのお話もよくするんですよ。で、最近だとね、プデューとかありましたよね、みたいな。で、プデューで、今回 INI っていうチームがデビューしたじゃないですか。で、1位で、トップでですね、デビューされた木村くんいるじゃないですか。木村くんも実は、エンダンススタジオさんの、まあ、スタッフさんだったりとか、まあ、ダンス界が結構もう木村くんって有名で、で、その木村くんはもともとダンスの先生やってたので、レッスン持ってたんですけど、そういったレッスンを全部やめて、今回、プロデュース101ジャパンシーズン2に挑んだんだよねっていう話は結構そこら辺の方たちからも聞いていたのがあったんですよ。なのでスタッフさんからこう、最近の K-POP 事情みたいな話を聞いたりとかする。で、最近こういうのありましたよね。わかるみたいな、推しだれみたいな話とかもしてる中で、今回ガールズプラネット999始まりますよねみたいな。ちょっとめちゃくちゃ楽しみにしてるんですよねっていう話したら、みたいな。見てるのみたいな。見る予定なのみたいな。もちろんじゃないですかって言ったら、実はね、うちから4人参加してるんだよって言って、ブエってなって、どういうことですかって言ったら、エンダンススタジオさんの中で、K-POP のダンス目指したい人ここで集まってって言ってやってるのが、ネクストインダンスで、そこのネクストインダンスから、なんと今回、4名の方が、ガールズプラネット999に受かったと。で、そこで今回その99人の日本人メンバーの中に入ってオーディションを迎えるっていう話聞いて、
マジっすか？それちょっと、僕が話したいんですけどいいですかみたいに言ったら、あ、いいですよっていう風に言って、情報をちょっといただいたというところでございまして。で、そのお一人が、冷や城なごみさんです。まさか。ですよね。で、ですね、次行きますね。もうお一人がですね、お名前が、桑原彩菜さん。この方、僕そのプロフィールパーって見たりとか、あとはその自己紹介動画見てるときに、あ、なんかすごいキューティーって思ったんですよ。プリティーキューティーな方いるって思った人が、彩菜さんだったかな。で、この方はもともと、子役というか、小さい頃から、まあ、ステージに立ったりとか、キッズのね、これなんだろう。キッズ、なんとか、セレクションみたいのに出ていて、まあ、小さい頃から、実はステージによく立っていた方というところもあるそうです。ビジュアルが結構強い方だなというふうに思ったんですけども、まあ、今回ダンスと歌っていうところの審査も経て、ガールズプラネット999に、無事合格したというところでオーディションに参加されると。年齢で言うと、まだお若い方というお話もあったので、どういうそのポテンシャルを持っているのかっていうところに非常に興味がある方ですね。はい。で、お次がですね、山内、モアナさんかな。この人も僕自己紹介動画見て気になったんですよ。めちゃくちゃ多分頭いい人だぞと。で、すっごい歌が上手い人だって思ったんですよ。この人、その自己紹介動画で先生みたいな感じでその授業をしてる風の動画撮られてたんですけれども、英語と韓国語と多分日本語かなり堪能、とりわけ英語が堪能だなっていう風に思って見てたんですね。そしたら、なんとニューヨークから帰ってこられた帰国子女の方だそうで、もともとですね、歌うまいなって思ったのが、まあ本当その通りだったら何かっていうと、すでに小学生の時に合唱部で全国1位に輝いてると。で、その後に歌を学びに行くためにニューヨークに渡られたということで、ニューヨークに音楽留学をされてる高校生っていうので、実はちょっと昔テレビで取り上げられてた有名な方でもあるそうです。で、ニューヨークで音楽学んで、音楽のその道に行くかどうかっていうところで、すでになんか、有望な道が築かれていたそうなんですけれども、そこを一旦止めて、今回、ガールズプラネット999に応募されたと。で、ぜひね、自己紹介動画見ていただきたいんですけど、めちゃくちゃ歌うまいんですよ。びっくりするぐらい。で、なんか、その音パーって聞いて、あ、ここに対してこういう風にハモれるなんて、なんかね、ハモリもやってらっしゃったような気がするんですよね。だから、音感、多分絶対音感を普通に持っていらっしゃって、パッて聞いた時に自分の音色で、ファッてそこにこう入っていけるアーティストさんなのかなっていう風にちょっと思ってて、まだダンスとか動きの面が多いと思うんですけど、これからその歌唱力とか見ていった時にめちゃくちゃ注目集まる日本人の方だと思うので、ちょっと皆さんぜひね、注目していただければなという風に思います。よろしくお願いします。で、次ですね、お一人、最後のお一人が藤本彩香さん。この方はちょっとですね、ネットでもすでに話題になってましたかね。 NHK のスイエンサーガールというところで芸能人ですね。だからもう子役上がりというか、まあ、中学生高校生ぐらいのかな、スイエンサーガールって。 NHK ですでにもうテレビ番組に出ている、芸能界デビューをされている方で、さらにはスイエンサーガールだけじゃなくて、テレ朝さんでやってる全力坂っていう番組にも出ていらっしゃったというところがありますので、まあ、本当にそのカメラ慣れしているというか、ビデオカメラにちゃんと慣れている方であり、まあ、ビジュアルも本当に端正な方でありますし、オーディションに受かるだけのやっぱり歌とダンスの実力があるっていうところなので、かなりこの方も注目かなというふうに思います。というところで、ネクストインダンスさんから実に、ちょっと興味深い4名の方が今回参加されているというところでございますので、まだねこのお話知らない方も多いんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ注目して応援していただければなというふうに思います。ネクストインダンサーのね、情報も気になる方いらっしゃると思うので、概要欄に載せておくので、気になる方はぜひ見てみてください。というところでね、ちょっと皆さん、もう本当にとりわけ日本人の方たちね、33人韓国に渡って今、頑張って活躍されていると思いますので、みんなをね応援していきながら、中国のメンバーの方、そして韓国のメンバーの方もですね、気になる方いたらぜひ応援していければなというふうに思いますので、よろしくお願いします。それではまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。よいしょ。